Going on a trampoline. Shit, it's so fun. Should I do backflip or something? Yeah. Do you like dogs? Hey, pass. So basically, we're at the backyard and playing football, and just our dog, we ran into our dog. Rocky, where are you? Come. Rocky. 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 That's that. Rocky, 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 Rocky. Rocky. Bye. I think he likes you. Kamimashita, koitsu. My little doggy. Yeah. Damn. I think it's cold. Ote. Jump! Jump! Looking for food. Jump! Damn, so fast. Look at what he did to us. Oh, digging. Jump! You can do it, man! はい、今犬と遊んでトランポリンも楽しんで、今から、朝食を食べたいと思います。ロッキー！かわいい、本当に。これ、ね、柵ができちゃってね、ちょっとね、入れなくなっちゃった。
Lucky. Are you sad? 悲しいみたいです。なんかもうこういうね鳴き声聞くと悲しくなっちゃうね。まあいいや。今から朝食を食べます。それでは。はい、この間ねベルギーサッカー一部リーグ、まあ、通称ジュピラーリーグのシントドロイテンっていう、まあ、日本人がすごい多いチームのスタジアムツアー&試合観戦に行ったんですね。でシントドロイテンって本当最近いつ2年ぐらい前から日本企業がまあ買収してですね、まあオーナーになったわけですよね。そっから日本人がすごい多く入ってきて、まあ有名選手でいうと冨安選手とか鎌田大地選手もう移籍しちゃったんですけど2人とも、あと遠藤航選手とかですね。まあ自分日本人としてはすごい嬉しいね、日本代表クラスが見れるっていうのも。ベルギーのリーグって本当に若者とかそういう人たちにはまあすごい活躍の場広がっててね、そういうステップアップにするリーグなので、そういうとこではまあいろいろ若い選手とか上手い選手とか見れるので面白いリーグになってるんですけど、でまあそうですね、その動画がなくなってしまったんですよ。まあ全部じゃないんですけど、あるだけ見せたいと思います。I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is so-